こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。突然のアカウント停止で削除されました。すぐにメルカリ事務局へ連絡する方法の秘策というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この質問は、YouTube から回答きましたので、ぜひ回答させていただきます。私も一度、 アカウントを削除されていますが、アカウントを削除される前に、必ず、アカウント削除の警告メールが来るかと思います。その時に、そのメールに返信して、問題点を聞くのが良いかと思います。これは、スマホでも PC でも一緒なので、ぜひ、メールにン返信して、問題点ですね、アカウント削除された、 問題点を質問してみてください。違反や何か問題がある場合が100%ありますので、ぜひその点に注意してみてください。それと、メルカリ事務局への直接メールとアプリが使えないための URL を記載しておくので、もし、えー、利用するときはね、利用してみてください。 では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げるマリンマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載していますので、ぜひ楽しみにしてください。あと、登録したいにニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録 お待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございました。